キングストン、スループアベニュース駅は、ブルックリンク、ベッドホードスタイベさんとのフルトンストリート直下にあり、キングストンアベニューとスループアベニューの間にある、ニューヨーク市地下鉄 IND フルトンストリート線の駅である。C 系統が、深夜帯を除く終日停車する。C 系統が運休される、深夜帯は、A 系統が停車する。南広報部入口あたり駅は、 相対式ホーム2面4線の地下駅で1936年4月9日に開業した。南北ホームは若干ずれで配置されており、南広ホームは北港ホームより約300フィート北側に寄っている。中央の急行線は A 系統が日中に通過している。ホームにはキングステンスループ AV と3セリフ体で書かれたタイルがある。 また濃い黄色の柱は南北ホームの改札付近にしかない。または2015から2019年の投資計画で、当駅をニューヨーク市地下鉄のほか30駅とともに最大6ヶ月間営業休止して全面的なリニューアルを行うと発表した。リニューアルの内容は USB ステーション、地図や対話勧告の設置、照明、壁面、床材の更新などである。 しかし、資金不足が生じた影響で2018年に計画が修正され、当駅を含む13駅のリニューアルは2020から2024年の投資計画まで延期されることとなった。ホーム会にある改札はホームごとに位置が異なっている。ユークリッドアベニュー駅方面の改札はホーム生誕にあり、キングストンアベニューに出る。マンハッタン方面の改札はホーム中央付近にあり、 スループアベニューに出る。また改札内で、ホーム間は結ばれておらず、一旦改札を出て地上階へ登る必要がある。この駅は1995年に50歳の駅員で、あるハリーカウフマンを殺害した現場となった。強盗は、ユークリッドアベニュー駅方面プラットホームの詰め所に、加速器を吹き込み、マッチで降りて爆発し、ガラスを吹き飛ばして、詰め所を変形させた。 この出来事は映画マネーとレーンが殺人事件に影響を与えた後の主張を理由に国民の注目を集めた。その主張は根拠がなく映画のプロデューサーコロンビアピクチャーズはシーンが1988年に以前のイベントに触発されたと主張し別の詰め所の事務員も同じように殺害された。ありがとうございます。